いいですね。ここあたりでだいたい4分の3ぐらいはもう回ってきますかね。もうあそこに第一桟橋が見えてるんで、あとちょっとというところですね。はい、ではもう少し、ブラッドを散歩していきたいと思います。いやいいですね。こちらが発電所跡のようですね。いや、とても大きな建物ですね。あら、気持ちよさそうにしますね。こっちはちょっと食事中かな。あ、こんなところにもいましたね。ここが、2番乗り場なので、まあ、ほぼ一周してきた感じですね。1番乗り場は、もう少し向こうに行ったところなんで。はい。では、ちょっと、この辺りで座って、ですね。今大久野島一周してきました。いやだいたい90分ぐらいですかね。ゆっくり歩いて餌というか、おやつをあげたりとかしながらですね、じゅんぐり回ってだいたい90分から2時間ぐらいで回れると思います。今回大久野島は2回目だったんですけども、やっぱりうさぎさんたちにかなり癒されました。ではですね、今回の、ツーリングについては、まあ、ほぼ9割はうさぎさんなんですけれども、この大久野島の、ツーリングですね、については、これで終了としたいと思います。まあ、いっぱいのうさぎさんの映像をですね、楽しんでいただければと思います。では、今回はこの辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。いやー、いいですね。